これがね配った無料配布がね配ったやつですね、あ曲のねせいちゃんわしやってきたんですけど、これ、はい、でこれは自治体もね29、はいはいはい、2004年5月29日これ確かね太陽族と通販、おーおーおお、はいはいはい、そうそうそう、これはもうだから普通の時間のね夜の時間帯で、この頃髪の毛真っ赤だったんだな俺、この時期はずっと。これでも聞いたもんな。初めて聞いた。斬新だね。クリスマスソングですか。5月だっつってんのに。そこがうちはクリスマスソングは2曲くらいだね。うん、葬式だったらクリスマスソングって言えばクリスマスソングだもんね。うち俺ほら行事好きだからさ、はいはい、誕生日だクリスマス、大事にし割と大事にしますよね。俺すごい大事ですよ。だから寂しいんだもん。何もないとうちに一人でいないから、うん、だから俺なんかもうだよ、もう老人ホームでも入ってくださいよ。いやいや俺はだってあれだ、女の子と付き合ったりすると逆にもうあのこれが初めて付き合った記念日、初めてキスした記念日、初めてで、女の子、女の子こだわりますね、そういうのね。俺がこだわったからそれ。で向こうの方がこだわって、向こうが覚えてないと怒っちゃったから俺。今日何の日だ。うん、え何。初めて手をつないだ日だよ。そう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 。知らねえっつね、そんな。気持ちが悪い。家族の誕生日全員言う？家族は言えますね、多分。父ちゃん母ちゃんとかでも言えますよ。関係ない。家族は覚えましょうよ。今までの神さんだってさ覚えられなくてさ毎回怒るの。本当に自分本位ですよね。そんなね、発令とか普段覚えてない。懐かしいな、これもこの日しかやってない、一回しか聞かないですもんね、片金玉も、うん、いわゆる片思いの、まあ、タイトルチューンではあるんだけどね、はい、うん、ね、お騙しのコード進行とはねちょっと違うんですよ、ちょっと微妙に、あ、そうすると ワンコードで引っ張っていく曲だからめんどくさいんだよね。そうするとお家さん覚えられなくなっちゃいますからね。いいね、なんかかっこいいね。そう、冷静ですよね、本当にね。一緒に付き合ってくれるよな。ね、フロント二人がローションマービーだろうと思ったろうと。すごい。いや、でもね、こんなね、ドラマ他に探してみたいと思います。いや、いないよ。どんなデータもテクもそうだし、いろんな意味で、メンタル的な部分にしても、やっぱガンガンじゃ、てかお名前して3人ともこれじゃないと無理でしょ、うん、誰が買ってても誰がやってね、確かに解散するときはね、この3人の誰か死ぬときですよね。そうだね、老衰で、遠い未来じゃないっていうね、割と誰が最初死ぬか、俺の方が好みなのかな。これからもやんないと思うか。そんなんばっかりじゃないですか。でもさ、今年の花見でアンケート取ったら聞きたい曲、ライブで聞きたい曲って上の方に入ってたんだよな。これだとしても30、2000年の7月で、あーとにかく、あ、暑かった。これあれだ、30回記念で銀杏と通販でやって、はい、バッタバッタ人が倒れてって、はい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 、1回
銀杏と生しの間で客一回外出して、うん、でまた戻してやったんだけども、それでもまだもうとにかく灼熱、うん、サウナギグ、うん、この辺からセキュリティにね、うちの今スタッフになってくれたナイトチームなんだね。うちのタンクトップすごいよね、毎年。ぐらいからも頭ポーンって飛んだと思う。すごい時もステージも熱くて真っ白になる。何度も真っ白になる。お客さんが一番大変だよね。すごいですよ、本当に大きな事故もなくね、ここまでやってこれてるわけですからね。あんな選手さんね、見回すと若いばっかりじゃなかったりしますけどね。まあね、メンバーくらいの年の人がね、後ろの方で涙しながら見てるとこありますからね。